前回のドジクラ、大原くんと協力し蜂蜜を量産するための超巨大な蜂の巣を作成するドズボン、パンプキンの上に超巨大な蜂の巣が完成しました。大原くんの蜂のコスプレ可愛かったね。どうもドーゼルです。そしてボンジュール、ボンジュールだどうもねどうもです。ということで本日もこちらドズボンのマインクラフト実況をやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということで、はい、ボンさん今日はですね、うん、珍しく夜スタートでございます。お、夜スタートなんで、はい、いつもねこのドズボンマインクラフト実況は昼にスタートすると、うん、まあ大体そうでしょ。どんどんマイクラ動画見ても、まあ、ちょっとね飽きるかなと思ってそろそろだから夜え、だから夜、いやその昼にばっかりねこう、うん、実況してたらそれはちょっと夜は危険よ。え、夜危険、思い出して村全滅してたもんそうだった、うん、もう敵がいっぱい出てる。見て見て、襲撃者もあっちにいるし、やばい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 、たくさんいるたくさんいる。夜ほら夜とかでやるから、夜やばい、夜なんで夜なんですか。これでまたあの村人さんたちがいなくなったら僕たちまた怒られますよ、うん、これは完全に僕なんですよ。いや大丈夫です、この村にはアイアンゴーレムさんたくさんいるんで、いっぱいね。え、今日はですね、うん、前にそう豚を飛ぶってやったの覚えてます？やっと覚えてます、覚えてます。豚で空を飛んでたと思うんですけど、はい、飛びました飛びました。後ろですげえゴーレムがなんかやってんな、ゴーレムがめっちゃゴーレム戦ってんな、戦う戦士戦う戦士で、あの豚を飛ぶ時に、はい、低空落下のポーションっていうのを使ったと思うんです。使いました使いました。結構ねたくさん使ったじゃないですか、うん、あれがレアアイテムのファントムの被膜っていうのを使った。はいはいはい、そうそうそう、それでもう作れなくなっちゃったんですよね。もうそうなんです。でファントムの被膜って実はあのテイクラックポーションだけではなくて、何使う？エリトラを修理するのにも使うんですよ。そうだそうだ、そう、むしろそれでしょ。まあまあそっちの方がメインかもしれない。大事大事大事。だからファントムの被膜がね結構レアアイテムなんですけど、はいはい、ちょっと今までそう効率よくゲットするってことができなかったんで、うん、今日ちょっとねファントムの被膜を簡単にゲットできるファントムトラップ作っていきたいと思います。ファントムトラップ、ファントムトラップでございます。え、でもどうですか、はい、ファントムだって浮いて飛んでるじゃないですか。いや空飛ぶこう恐竜みたいなやつらでしょ。そうそうそう、はい、どうやって。いやこれがねめちゃめちゃシンプルにできるんですよ。そうだ、でファントムはそもそも3日間、はい、もうずっと起きてたら上から飛んでくるはずなんですよ。そうですね、夜ね。で僕たちは今3日間以上ずっと夜起きてるんだけど、うん、飛んでこないの。なんで？ちょっと上行ってみていいですか？上。もしかしたら地上に敵が湧きすぎて、はいはいはい、飛んできた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 。上上、ほら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 、ボンさん後ろ後ろ、ほら、はいはいはい、あの青いやつがファントムよ。どうするどうする。こいつちょっととりあえずやろう。トラップまだできてない。まだトラップトラップできてない。そんできてるわけないよね。今から作ろうって言ってるの。じゃとりあえず今晩はちょ手動で倒そう。手動で倒すとどんなもんかね。どれだけ大変か。こればっかりちょっとね、ゴーレムの力もね。そう、逃げるんすわこいつら。弓でちょっと分からせるわ。じゃあ、うん、弓でどこ行ったどこ行ったどこ行った。いたやるよやるよ。いいよいいよ。あー、じゃあめんどくさい。来た来た、これ来た。よっしゃー、いいしょ。ちょっとした。あ、ファントムの被膜ゲットできた。ちょうど落ちましたね。これが貴重品なんだよね。結構レアアイテムでなかなか落ちないよと、うんうん、いうところなんですけど、こいつがね今回は大量にゲットしたいなと。おいうところでファントムトラップをね、はいはい、今から作っていきたいと思うんですけど、ファントムトラップに必要なのが、うん、蜘蛛の糸。蜘蛛の糸、蜘蛛の糸が大量に必要なんです。大量にいるの？大量に必要なの。なるほど。だから誰や。違う違う、そんなわけない、そんなわけない、そんなわけない。ちっちゃい。ほら待って待って待って。おー、ナイス。よし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 。あ、いっぱい来ていっぱい来て。ちょ待って、これ村がやばい、村がやばい。何やって村大丈夫、村大丈夫。ゴーレム、ゴーレム、ゴーレム。あ、やばい、相当来てる相当来てる。やばいやばい、これちょっとねやばいよ、ほんと村人がやられたら僕たちのせいよ。おいしょおいしょ、やっとこやっとこやっとこ。おいしょおいしょ、オッケー、オーケー、よし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 。一回逃げ、一回逃げ、一回、で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 、ファントムトラップはもう作り方めちゃめちゃ簡単でございます。どうすんの？もう多分みんな想像もついてるかもしれないけど、蜘蛛の巣で天井を作って、はいはい、ファントム、上から飛んできたファントムをそこに引っ掛けるっていう、ただシンプル構造でございます。本当の蜘蛛の巣の使い方じゃん。そう、本当に蜘蛛の巣でそのいわゆるね、あのいろいろゲームとか出てくるじゃないですか、蜘蛛のお化けが主人公たちを糸に絡めてやるみたいな。はいはい、彼岸島ね。彼岸島かわかんないけどはいはい、はい、そういう使い方をちょっとしていきたいんで、うん、なるほど。とりあえずじゃああそこ行こうか。おじいちゃん家から、このおじいちゃん家に入って、
のおじいちゃん家の下にはねおばあちゃんが住んでるんで、おばあちゃんではないけど、おばあちゃん、おばあちゃん久しぶり、おばあちゃんじゃない、おばあちゃんではない、おばあちゃんもね久しぶりの動画出演にねあのウキウキしてます、興奮してる、興奮しております。おばあちゃんを横目にここ下に行くとですね、うん、こっちにねあのクモトラップだったっけ、な何トラップだったっけ、クモトラップでいいんじゃない、クモトラップ、クモトラップがあるんですよね、でクモスポナーを使ったねクモトラップ、あこっちだな、ほらちゃんと看板もつけてね分かりやすく、これかこっちに行くとクモトラップがあるので、まあ、そこでですねちょっとクモの巣を、今からクモの巣をゲットしていきたいと思います。何を隠そうボンさんね、虫特攻5なんで何を隠そう、何を隠そう、トラップだから別にさ、何を隠そう虫特攻5なんで、ボンさんにやってもらえばもう楽ちんだから、もういっぱいあるよ、もういっぱいある、いっぱいあるよ、あいっぱいあるわ、もうあれこれそのためのトラップだから、あそっかそっか、これ34個だったらこっからあれでしたっけ、こっから普通に作れるんだっけ、作れるんじゃない、えボンさん作ったことないから、作業台持ってます、作業台、あでも来る途中にあったよ、あさ来る途中にあった、あったあった、よし、じゃあクモの巣をどうやって作るんだ、作れるのかな、そもそもイメージはそれイメージはそれ、ダメだ、4つは4つ、じゃあこうじゃない、こうじゃない、あダメだ、えそもそも作れない説ある、そうだってクモの巣って別に作るもんじゃないでしょ、確かに、えどうやったら作れるんだろう、クモ倒すしかないのか、それかクモの巣が張ってるところ、いや作れなさそうだな、あーそうか、クモの巣が張ってるところをゴリゴリゴリって狩るしかないかな、かな、え作れそうだけどな、ちょっと調べていいですか僕、うん、ボンさん、はい、クモの巣からクモの糸はできるんだけど、うん、クモの糸からクモの巣はできない、なんだと、不可逆性ですわ不可逆だったこれ、やっちまった、じゃあ取り行くしかないんだ、これ取り行くしかない、取り行くも何も、はい、クモの巣とかどこにあるよ、炭鉱、炭鉱、炭鉱にあるか、炭鉱にある、あじゃあ炭鉱行きましょう、炭鉱行きましょうああもうボンさん、ほらほらもう早速ある、早速ある、もう取れちゃう、早速あるわこれ、クモの巣だらけだわ、せっかくだからここまで来たらもうスライムチャンクも見ていこう、確かに確かに、スライムチャンクもね久しぶりにね、あーいないっすね、上はないか、おお上いる、オッケー、いるわこれ、大事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 、おら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 、いいねいいよ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 、バグ後からねこれ前は全然出なかったくせに出るね、出るね出るね、出るね、嬉しいね、で久しぶりのワカメちゃんでございます、最近ボンさんはワカメちゃんの存在を忘れて全く世話に来て来てませんワカメちゃんの世話何をすればいいの俺育児放棄、ワカメちゃんの世話、ネグレットですこれが、俺何をすればいいのワカメちゃんに対してちょっとクモの巣それぞれ取りましょう、いやいやいや、目標は1人100個ずつ、多いってえそんなでかいの、でかいよそれはもう、超巨大超巨大ファントム城を作る、この世のファントムというファントムを借りします、はい、あ、じゃあボンさんファントム、あファントムも湧いてますね、後ろ湧いてる、湧いてる湧いてる、全然飛んでる、全然飛んでる、ファントムをほらやっつけるあれを作りましょうか作りましょう作りましょう、今回じゃあボンさん何個集めました、あのクモの巣、クモの巣、僕56 28 28 28 28、じゃあ2人合わせて80個ぐらい、オッケーオッケー、いいねいいね、足りる足りる、全然足りると、もじゃあ今回ここら辺で作ります、おい、このクモの巣が、まあ、クモの巣でも意味ねえんだよな、このクモの巣取れなかったことが判明したから、取れないからあんまり意味ないこと判明したけど、いて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 、ここちょっと敵が多すぎるな、敵が多すぎる、まずちょっと敵狩りますか、オッケー、敵か、おーいきなりエンダマン、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 それはちょっとそれは急すぎる、エンダマン、おらおら、エンダーマン意外と硬いんだよなこいつ、ほらそういえばエンダーマントラップも作ってないですね、オッケー、エンダーマントラップなんか大変そう、言ってエンダーマントラップでも経験値効率、経験値効率はもう最高らしいですよ、最高、もう本当にどのトラップよりも、どのトラップよりも経験値がゲットできる、あのエンダーマンをトラップかけるってよっぽどよ、ワンサかよワンサか、ほらよいしょ、あナイス、あ落ちた、あ、起きました、オッケーオッケーオッケー、よしじゃあ作りますか、場所はねじゃあここら辺の広場にしよっかな、ここら辺の広場に作っていくんですけど、もう作り方はねめちゃめちゃ簡単でございます、そうなの、もうめちゃめちゃ簡単でございます、まずもうおしゃれ度外視でいい、今回ノーおしゃれでいい、ノーおしゃれでいい、ノーおしゃれでいい、ノーおしゃれ、四角を作ります、これはもう何でもいい本当に、四角、はいはいはい、とりあえず四角を作って、はい、これマス目は、マス目はもう何でもいい、好きな広さ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 、要は、はいはいはい、ここに僕たちが立てこもってファントムがこの上から襲ってくると、はい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 、で上から襲ってきたファントムに対して、クモの巣で攻撃すればいいんで、
あーなるほどね。もう本当に広さももう僕たちが入れれば何でもいいです。はい、はいはいはい、ここに突入豆腐ハウスが完成します。で今回ポイントになるのが、うん、4マスですね。壁の高さが、はいはいはい、壁の高さをあんまり高くしてしまうと、うんうんうん、ファントムをそう引っ掛けてやっつけた時に、はい、そのいわゆるファントムの落としたアイテムが、うん、ジャンプでゲットできないんですよ。あ、引っかかっちゃうんだ、雲の巣アイテムごと。まあ、そもそもファントムをうまく攻撃できるっていう意味でも、まあ、高さ4マスでね、はいはい、ちょうどいい高さ、ちょうどいい高さを演出しましょう。オッケー、よし、オッケー。高さ4マスの豆腐ハウスが完成いたしました。はいはいはい、で、ね、ここで先ほど大量にゲットしたこの、56個の、クモの巣、クモの巣、はい、これをね設置していきます。で今回のポイントは、はいはいはい、1マス置きね、1マス置いておく、うん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 、でここにブロックを置くんですけど、このブロックはどうせ後で壊します。あ、壊すやつね、これは壊すやつ、はいはいはい、でブロックとブロックの間にこうやって置く。ああ、次のクモの巣置くためのブロック、そうだから1マスずつこんな感じで、なんていうの、間を空けてじゃないけど、はい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 、やってチェック柄にして、チェック柄ね、最終的にはこのブロックは全部壊していきます。うんうん、なんでこうしてるかっていうと、まずそもそもファントムって、天井があると湧かないらしいんですよ。はいはいはい、なるほどね。そう明るさが必要だからと。ああ、どうなんだろう、その明るさなのかよく分かんないけど、うんうん、こんな感じでちょっと開けとく必要があると、はいはい、そうしないと多分ファントムは、あ、これ降りれねえわって判断して降りてこないんですよね、そもそも。ああ、なるほどね、無駄だわと、うん、無駄だわって、こうしたら無駄だわだ、そう、こんな感じで。あ、でもこれちょっと待ってよ、これアイテムギリ取れるな、ちゃんとこうやってアイテムが取れる高さじゃないと、まあ、ファントムやっつけても、やっつけてもアイテムまで引っかかって、そう取れないから、まあ、こんな感じで、天井全部こんな感じにしてあげると、はいはいはい、いい感じにファントムをこうやってね攻撃できたり、うん、ファントムがいい感じに引っかかってくれて落下してくるんで、ちょっとこれで作っていきましょうかね。これ全部一面天井すればいいの、ね、はい、お願いします。あれ、こんなとこにファントムが、めんど引っかかった、めんど、ファントムがいる、ファントムがいる、違う、俺引っかかった、めんど引っかかるところ、え、自分が引っかかると、いや、そりゃそうよ、引っかかると、めんど、ファントトラップだから、これ引っかかると、めんどいんだって。え、なんで自分がかからない、やめて、自分がかからないし、いつから錯覚してた、落ちたらこうなった、落ちたらこうなった、上から、あ、ボンさん、やばい、ちょ、それ違う、ボンさん、大変、こら、大変なことになった、これなんだ、完全に雲の巣にかかった牛じゃねえか、雲の巣にかかったガ、あ、ちゃんと、せめてちょエリトラがそれっぽくなるわ、エリトラがそれ、モンさん、真面目にやってください。何してる、パーフェクトヒューマンしないでください。もうちょ、真面目にやってよ。やって、落ちて、これ、落ちるまで待って。足した。仕方ないな。雲の巣足したでしょ、あんた。いや、足してないよ、そんな。アウト、仕方ないな、もう。はい、落ちたらこうなるぞって。まあ、でも、ファントムも逆に言うと、こうなりますから。よし、OK、完成でございます。もう、あたり一面、雲の巣。すげえな、これはちょっとね、異様な光景ですよ。この天井すごいな、これやばいでしょ、ちょっと異様。あ、これ相手ちょっと相手も落ちてくるね、落ちてくるね、くんだ、こうやってパって引っかかっても多分落ちてくるんで、はいはいはい、ファントムをじゃあここでやれば、うん、で引っかかったファントムをやれば、はいはいはい、ファントムの相手ももう必然的に落ちてくる、はいはいはい、なるほど、これはいいですね、なかなかいい感じよ。外から見た時がね、あと夜待つだけですね、ファントム夜しか入ってこないんで、外から見た時のダサさは尋常じゃないけど、何か分かんないよね、トイレにしか見えないんだよ、もうすでに大型テーマパークの、ね、入り口2つにしたらトイレにしようよ、嫌だよ。これ床物は土だけど、まあでもファントムトラップはそんなに常日頃から使うわけじゃないから、なんで3日3晩待たなきゃいけないから、うん、まあまあ間違いないですね。まあでもこれで多分夜まで待てば、うん、ファントムがもうわんさかここに引っかかりまくって、これはいいな、あとはやるだけでね、うん、ファントムの暇、まあ、ファントムさっきも戦ったんですけど意外と強いですから、ね、そうね、厄介なの、めんどくさい、そう、めんどくさい、飛んでるんで、ちょっと夜を待ちたいと思います。はい、あ、ボンさん来たわ、夜になった、今音がしなかった、来た、声が聞こえた、なんか来ました、あ、来た、来てる、あー、引っかかった、こうやってもこういうこと、こういうこと、ほら、被膜も落ちましたと、しかも見て、2枚だ、
本当は普段、うん、あのファントム僕弓でやってるんですけど、うん、このドロップ増加の剣でやる、剣でやるから、これは美味しいですよ。これはいいね、ゆっくり落ちてきて、はい、ありがとうございます。アザリがこれはいいわ。ここで待っとくだけでしょ、言うて。そうよ、楽ちん楽ちん。ちょっと待っときますね、もう一体ぐらい来ないから。もうラッシュ、ラッシュが欲しい。ファントムラッシュ、ファントムラッシュ欲しいわ。突入しないファントムラッシュファントムラッシュ欲しいよ。普段だったらめっちゃめんどくさいっすよ。ファントムラッシュそんな連続してきてほしい、ね、やつじゃないですもんね、ファントムラッシュは。ポンさんなんすか。僕が今携帯をいじってた時に何やってたんすか。何やってるんすか、ポンさん。ファントムごっこ、ファントムごっこ、ファントムやっちゃう、やってない。逆になった、逆なんか裏になった、裏になった、ちょ何して、何して、裏のファントム、やめてやめてやめて、なんでこれ、色違いか、色違い、色違いじゃ、色違いファントム、ポケモンじゃないから全然ファントム落ちてこないんだけど。ファントムごっこ、これ何、あの、ま、上、ああ、後ろ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 、おおおお、びっくりした、びっくりした、ラッシュ、ファントムラッシュや、ファントムラッシュ、びっくりした、あ、いっぱい来て、いっぱい来て、こういうこと、こういうこと、あ、これあれじゃない、ボンさん、上が、うん、この何もないところで待っとくと相当来るんじゃない。今だって僕ね、クモの巣じゃなくて、はいはいはい、この上がね、クモの巣じゃないと、天井があるところではファントム湧かないらしいんですよ、ね、なるほどね。じゃあなるべく、なるべくこのジャンプしてみて、からジャンプして引っかかんないところ、あ、そういうこと。 そんなとこなくない。あるある、ある、意外とある、意外とある、意外とある。あ、ここいける、ここいける、でここで待っとけばもうガンガン来るかも。そうそうそう、まあでも今のでもね、もう5体ぐらい来たからね。すげえ、え、だって見て見て見て、坊さん、僕ファントムの紐もう10個持ってる。え、10個ある、10個ある、10個ある。いやだから結構取れるんですわ。僕7個ある、7個ある、7個あるこれもうファントム実質無限じゃないですか。ファントム無限、いいですね。ファントム実質無限、これもうじゃあ今日の動画のタイトルは、ね、ファントム、ね、完全自動無限製造機。ちょっと聞いて聞いて、はい、なんすか。まず、はい、無限じゃないし自動でもないし、めちゃくちゃ手動なんなら、はい、さっき全然わからなくて自分でファントムになったの全然よ、全然確かによ、ね、僕わかなすぎて携帯見てたらボンさんがいつの間にかファントムだったファントムごっこしてない脇には村があります、あの個人差があります、個人差、ちっちゃく書いてそれ出せば何でも許されると思わない、ね、個人差がありますから、はい、というところでね、はい、今日はこちらファントム何機っていうんですか、これファントムトラップか。ファントムトラップ。シンプルに。ね、うん、ファントムトラップ作っていったわけなんですけれども。はい、まあでもね、シンプルに、こう、自分で狩るより圧倒的に楽に狩れるんで。楽だし、そう、剣で倒せるのがいいですよね。そうそうそう。まあ作るのも簡単なんでね。はい、ぜひ皆さん、村に一つは、ね、ファントムトラップ作ってみてはいかがでしょうか。というところで、じゃあ本日の、ね、動画こんな感じで終わりたいと思うんですけれども。まあ最近毎日更新でね。うん、まあ最近っていうかずっと毎日更新で。マイクラすごいなって思うのが、はい、まだ毎日更新一回も途切れたことないんですよ。はいはいはい。マイクラまだ休み1回もないです。ない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 。もし僕かボンさんどっちかインフルエンザになったら、まあ、その時はもうソロ実況、もしくはその1週間まあ大原くん呼んでみたいな。はいはいはい。インフルエンザにならないようにしましょう。オーケーです。インフルエンザ僕なったことないんですよ。いや、そう、ボンさんね、人生でインフルエンザになったことない。そう。うん、なんかもう、あ、免疫が強すぎて。人じゃないのかな。まあでもそういう人もいますよ、結構インフルエンザ。ちょいちょいいますよ、ね。ちょいちょいいます、ちょいちょいいます。はい、というところで、じゃあ、体にも気をつけつつね、はい、マイクラ楽しんでいきたいと思いますので、皆さんも、季節の変わり目、体調気をつけて、頑張っていきましょう。というところで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、すげえファントムごっこハマってるじゃん。めっちゃおもろい。ファントムごっこハマりすぎでしょ。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。次回、八使いの、ボンさん。